流星って案外新しいんですよね。新しいと言っちゃおかしいけれども、皆さんよく知ってる梅原安井宗太郎よりも2歳若いんですね、そして藤田よりもまた 4歳、1891年生まれですから、今のが1888年で、それで、藤田がもう一つ先なもんですから、藤田の方がむしろ年寄りということで、案外皆さん、なんとなく流星っていうとあんまり出てこないし、名前からしても古昔しい名前なんで、なんとなく古く感じてると思うんですけれども、案外、そうではないと。ただ残念なことに、私はせっかく流星を話すんですけど、流星の作品ってほとんどこの頃交換会にも出てこないし、まあ、やっと出てきても先生が絶賛ぐらい、あるいは日本画というようなことになってしまって、本画は出てきてくることはめったにないんですね。だから皆さんはご承知かどうか、日本で一番洋画も含め日本画も含め高いのは誰かというと、いまだに岸田流星なんです。まあ、の流星の8号台のもし麗子像が出てくるとすれば、いいものであれば7、8億は済みます。普通の大したもまあ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 の作品で4億から5億です。この値段は日本画でも洋画でも誰も破られたことないと思います。まあ、のそういったことで、流星っていうのは日本の画壇においても、日本の画壇において頑たるものを持っておりますし、語り継がれていい作家じゃないかと思います。まあ、流星はその話すことに前に、流星のお父様のことを話さなくちゃいけないと思うんですけど、流星のお父さんっていうのは岡山生まれで、まあだから福山の美術館大変流星を集めています。しかしその岡山で生まれて、若い時代にもう江戸の終わり慶応ぐらいの時に東京に出てきてしまう。で東京で、その銀座、昔の銀座よか、その居留地の方ですね、築地、そこら辺に本拠地を置いて、皆さんご存知かな、ヘボン博士というのが、目が分からなくてヘボン博士に目を見てもらう。それでその目を見てもらった時に、治療を受けた薬をがその水が、寄生水という名前で、流星が日本全国に、流星が出て岸田のお父さんの銀貨がその日本全国に売り歩く。そしてまたこれが上海にまで、足を伸ばして売ったと。そして非常にこの銀貨っていうのはその当時発展的な人で、その当時は珍しい。で今出たヘボン博士に目を見てもらって、その薬をもらったことから、その寄生水っていうのを作って、目薬を作って全国に売り出すとか、あるいはその当時はまだ汽車も走ってませんでしたんで、その新橋と居留地とそれから横浜を結ぶ蒸気船で運送業を始める。またこれが大変に、大当たりする。また新聞筆筆もやりますしね、筆筆の方は、その日日新聞かな、なんかそう新聞を発行いたしまして、これは日本で一番早い新聞と言われております。その新聞のにまた、記者としても非常に不条ならしい、明治天皇がその山形に行幸した時について回って、その行幸の記事を書くというようなこともしております。まあ彼は明治の本当に成功者と言っていいんじゃないかと思います。それでその銀貨が
味噌を持った和食というのがこの貿易会館銀座の、まあ、会をよくやってますけれども、貿易会館あの場所が銀貨が味噌を持った場所でございます。大変幅も広く間口も大きく大変繁盛したそうなんですけれども、残念なことに銀貨は結構早く子供を作るのが一番遅かった。結婚するのが36歳で結婚して、ということで非常に遅かった。まあそのために、亡くなった時は72歳だったんですけれども、子供をたくさん作っておったというようなこともございます。まあ、それでちょっと話がまたちょっと先に元へ戻ってしまうんですけれども、このまず言わなきお話しなきゃいけなかったのはなぜ流星会かと、なぜ流星の我々鑑定会を行っているかということなんですが、昭和の36年に、岸田流星の33回忌がありまして、その時に大展覧会を松坂屋、もう今銀座の松坂屋なくなってしまいましたけど松坂屋とで、大々的に行う。その時に、その流星展ということで戦後初めての大々的な流星展ということで非常に作品が集まったんですね。それで並びきれないほどの作品が集まって、その中に大変いかがしいものもたくさんあったと。それでだけどその集めた以上申し訳ないからといって裏にシール、松坂屋の流星展のシールを見る貼ってしまったという経緯がございまして、そのためにということもあるんでしょうけれども、非常に流星は偽物が多い。まあ戦前から流星は非常に高く売れて失敗作のところがありました。今ほどこういうふうに作品がなくなっちゃったということないんで、前は戦後も結構作品がよく動いてました。そういったことで非常に、偽物を横行した。それでそれを見てて、私の千田とか松方三郎さん、まあ、流星会の会長をして受け負っていただいた方なんですけれども、松方さんというのは皆さんご存知の松方コレクションのご親戚にあたる、それで岸田流星の大コレクターでもあったというようなことから脇村先生、それから、脇村義太郎先生、これは東大の名誉教授でなおかつ海軍協会の会長をやったりして非常に、和歌山の出身で田辺の出身で大変な山口の大金持ちでした。この方も脇村さんの戦後の大コレクターでありましたんで、こういう方が非常にこれはこういう状態に置いといてはいけないということで、昭和の44年ぐらいに、皆さんが私さん、それから脇村さん、それから私の長谷川仁、それから梅沢理一郎さん、これは合唱でした。この辺から合唱なんですけれども、田島一郎、田島一郎はご存知に最後に流星が亡くなられた、徳山に亡くなったそのうちの本人でございます。それから高橋信之助さん、これも流星をよく扱っておられましたし、それまたその他富山富山さんだとか土方さんとかいろいろの方々が、その流星会の会を鑑定会を作りまして、第1回の流星の鑑定は1972年、ちょうど今から、50年前になります。昭和47年その時に第1回が出た。それ以来私ども流星会というのは
ずっと今まで50年間続いてきたわけですけれども、もちろんメンバーはいろいろ変わってきました。しかし常にその流星会の鑑定員というのは評論家も交え 4,5 人必ず入っております。著名な評論家が入り、それで、まあ、私が教わりながらその松川さん、脇村さん、長谷川仁の亡くなった後約47年間、私が事務局長ということでやってきております。鑑定というのは非常に難しいもので、その流星はたくさんの日本画を描いてるんですね。日本画に非常に難しいものがある。それとまたその他に、いろいろなデッサン類、白樺屋なんかに書いた表紙のデッサンとか、その他のいろんなデッサンを随分やっております。こういったデッサン類に非常に難しいものがある。で、我々は常に一点のミスも犯してはいけないということで、大変厳しい鑑定会をいたしております。それで、今まで勝って間違ったことはないかというと、決してそういうことはございません。やはり何点かはミスをしております。そういう時には必ず私ども買い戻す、後で分かったら、これが一番重要なことで、やはりそのままほっとかない、やはりよくよくその後も調べて、もしおかしなことがあれば私どもは買い取るということをやっております。鑑定の意義、そして鑑定の大切さというのをそこに分かっていただきたいと思います。そんなことはちょっと鑑定の方が後になってしまいましたけれども、今までだいたい2241点の流星と称するものが来ております。その中でだいたいが1145点が半分以上ですね、が不可ということで、だいたい1000点ぐらいが今まで流星の親戚であるということで、世に出ておるわけでございます。ただ洋画の方はほとんども洋画がもうきちんとした美術館に収まってしまって、ほとんど他に出て歩くということがなくなって、出てくるとするとやっぱりデッサン類か日本画、それでたまに年に1点2年に1点ぐらいが洋画のちゃんとしたものが出てくるというような状態でございます。先ほどそのお父さん、その流星のお父さん銀貨というのがお話ししたんですけれども、銀貨はちょっと話は戻りますが、ヘボン博士のその目薬、ヘボン博士っていうのは皆さんご存知と思いますけれども、明治学院を創設した牧師さんです。それでなおかつヘボン式のローマ字、これを作った方で、今でもそのヘボン式ローマ字というのは日本で使われております。そういう方がその流星の父や銀貨に非常に関わりを持った、それでその父親の職業の手助けをし、銀貨を大変な職業的にも成功させた一人だったということですね。それでその目薬の販売、それとそのヘボン式の和英辞典をそのヘボン博士と一緒に作ったものですから、それをその当時まだ明治の初めの頃、日本でその印刷するとかないんで上海に持って行って印刷するということで、上海に年中流星は行ったんですね。それのためにそのある人たちは、口の悪い人たちは、流星っていうのはあれはその時に上海にいたお目見かけさんの子供だよと、だから流星っていう名前なんだよ。確かに流星は兄弟が7人7女、14人兄弟がいるんですけれども、流星ぐらいですね、こんな珍しい名前を決まってるのは、中国式の
まあ、だから そのためにそういうことがあってもおかしくないなというふうに捉えてしまったんでしょうけれども、これは、伝言であって、あくまでも流水は銀河と日本人の勝子の子供であり、そして、14人中の子供のうちの9番目の子であるということで、まあ、流星はたまたまうさぎ年で、まあ、うさぎ年というのは非常に私もうさぎ年ですけれども、遊び人が多いというわけで、流星も大変な子供でしてね、子供時代、そのお父さんの仕事で大変、裕福に育った、それこそ御柱日傘で育ったというような子供でしたが、物心つくにつれて非常にわがまま、傲慢、えばりん坊で、もう本当に、よそから言ったら嫌なやつということに言われてもしょうがないぐらいなその子供だったと。で、子供の頃から結構流星ドキンガンなんですね。ドキンガンの口にして、その絵は好きで、それでやはり子供の物心をつく頃から自分でおとぎ話を創作したり、おとぎ話の絵を描いたりということは子供の頃からやってたみたいです。ただ本当に喧嘩っ早い、それから生まれ育ったところが銀座ですから、銀座の観光場っていうのは、観光場っていうのは皆さん分かんないかもしれないですけど、まあ、絵を飾ったり、おもちゃを飾ったり、いろんなその中雑多のものを飾るのが観光場。それが流星のうちのすぐそばにいくつもあったと。そういうところで絵を見ながら、また銀座の今の8丁目、博品館がございますけれども、あの博品館がやっぱり観光場だった。それ名前も博品館で、これは非常に、その当時はハイカラで、今のグーゲンハイム、あれが周り海岸のこの会場になっておりまして、絵をずっと上から下にこう回りながら見てくるというあれなんですけど、もうこの明治の初めの頃にその博品館が観光庁で、そういう室内があって、そういうところで絵を描けて、見ておったということがあるようです。まあ、しかしそういうように早いうちからやっぱり流星は絵に親しみを持って、描いておったんですけど、なんせ14歳でなんときに流星はお父様を亡くす、それでお母さんも亡くす、まあ、そうすると一番の長男っていうのは、これは不思議なことにどういうわけか座敷牢に入れられて座ってるんですね。ね、あんまり長生きしなかった。だから慈恵が後を継ぐんですけれども、しかしこれ、若い、子供で、お兄さんで、これが長くできるわけなく、その翌年には完全に流星は非常にどん底の生活に、持っていかれるというところで、やはり、キリスト教に帰依するんですが、銀座教会の田村牧師に帰依する、そういうことが起こってくる。それでやはり、その前からもそうなんですけど、非常に流星が神頼みのところが多い、ないからと神頼みするというような癖があったらしいです。しかしそんな中で流星は16歳になってなった時に、もう環境が、前から絵が好きだったのもあるし、子供ながらに描いたこともあるがありますけれども、16歳にしてやっと本格的な絵の勉強を始める。非常にある意味じゃ遅いんですね、普通の画家からすると。それでその16歳で、絵の勉強をし、そして黒田の門下に入る。黒田の門下で、やっと本格的な絵の勉強に入ってくる。まあ、そんな中で、黒田の白馬会、これに、白馬会ってのは皆さんご存知かな、
白馬って書いてて、名前は非常にいいんですけどね、あの当時そのドブロクが流行ってたんですね。それでその白いドブロクがうまいっていうんで白馬、それで白馬会ということで、白馬会のに、入会し、入生は本格的なその勉強を始める。それでその16歳で入るんですけれど、絵の勉強に入るんですけれども、もうやっぱり白樺のその当時、影響を非常に受けて、やはり印象派のルノアールとか、それからゴッホとか、そういうところに非常に帰依するんですけれども、それもその後ですね、首刈り、首刈りの前に自分の自画像をまず劉生は自分で描き出す、たくさん描く。それで、そのあまり詳しく話してると時間がなくなりますので、かなり飛ばして話させていただきますけれども、その劉の兄に非常にその後支持して、ビューラーの作品というものに、大きく捉える。写真だったな、写真があると思う。非常に従来張りの絵を描いてます。これ自画像なんですけどね、その前に描いた自画像っていうのはごく初期の方に描き出した、20歳前後の時に描き出した自画像。しかし、普通はルノアールやってゴッホやると、だいたい今度エコールパリの方に進んでいくと、普通の作家は、ほとんどの作家がそうでした。しかし劉生の違うのは、そこからデューラーから北欧美術の方に入っていく、これが劉生の非常に、辿った道の違い方で、劉生の最初の5歳の霊子5歳の像というのが、やはりこれは北欧美術、デューラーの非常に近いものを描いて、そういったことで、全然違う方向に向かった。またそれから劉生はそこから他の人と全然違う、なぜその劉生がこんなに、未だに高くて、それでなおかつ大変な作家だと言われるのは、そこから東洋の美というものに取り憑かれて、東洋の美に入ってくるんですね。で、東洋の美をいかにその表すかと、それは一つのその劉生の触れ合った、大体27、8で触れ合うんですけれども、東洋の美に触れて、なおかつそこから霊子像の東洋の美を感じた草原画の方の中国様式、また肉質浮世絵にも大変惹かれて、肉質浮世絵の方にも入ってくる。そしてまたそこから、南画の方に入り、文人画に入るということで、全然その他のヨーロッパの日本の西洋画がやっていったことと真逆のことをやっていってる。そこにやっぱり劉生の凄さがあると。そしてその劉生が最初に霊子像を描いた頃は、まだそのデューラー張りの北欧美術の方に吹かれていた。しかしその後からどんどん、その27歳ぐらいから劉生はその
北欧美術から離れて東洋の美に来ると、それで霊骨像もどんどん怪奇的な、まあどっちかというと怪奇的グロテスクな、そういったものに憧れていくというようなことがございまして、その流星のまあ凄さっていうのはそこに一つに大きな秘密があるんじゃないかと思います。ただ流星はもう24歳16で絵を描き出して二十歳ぐらいで首刈りやって、それで友達の肖像画をたくさん描くというようなこともやってますけれども、まあ、最初に流星が22で結婚した時に、その代々木にその奥さんの実家の方に移りすると、そこで初めてその流星は日本の風景というものを捉えて、それが切り通しの絵であって、その切り通しの絵で24歳にして、まあこれ後からなんですけど十分の絵を描いてるんですね。まあこの若さで十分の絵が描けたということがものすごいことだと思います。そしてまたその後肺病にちょっと間違えられて、その予備のから駒込に移って、そこで今度肺病だからあまり外へ出ちゃいかんということから、そのうちの中で絵を描く、そこで静物画を始めるんですね。その静物画というのが素晴らしい、やはりちょっとこのジューラーのやっぱり北欧美術に近いものが持ってますけれども、まあ大変素晴らしい、その静物画を残します。それから、あとまたやっぱり何でもそのなかったと、廃墟じゃなかったということから鎌倉に、転居する。で鎌倉で転居して、鎌倉でその鎌倉風景ですね、たくさん厨子とか鎌倉扱いの風景を描いてたくさん残しております。そしてこの鎌倉風景というのが鵠沼風景、鵠沼あたりを描いて鵠沼風景っていうのがやっぱり流星の一つの大きな時代ですね。そこにやっぱりもう一つ転換期が来る。どういう転換期があったかっていうと、関東大震災が起こると。この関東大震災で、本来は関東大震災がなかった流星はもう一回今度は東京にも来て、吉田さん、これは何でしたっけ、日本画で、ちょっとごめんなさい、御舟、御舟を、まあ、皆さんもご存知で日本画の方が多いか、御舟にの非常に吉田幸三郎さんは買って随分御舟を応援しておった。その御舟とも流星は親しくなり、吉田幸三郎さんとも親しくなって、吉田幸三郎さんのお宅っていうのは目黒の今の目黒自動車なかったな、日の丸自動車、日の丸自動車、ごめんなさい、日の丸自動車のあるあの変な丸い、屋根のあそこがその吉田幸三郎さんのお宅跡です。約あの当時3000何百坪ありましてね、うちも割と近くで、山手線のうちと外の間柄でしたけど、吉田幸三郎さんの大変、大きな森林の中にその流星もおったし、そこに本当は流星も来るはずだった。まあうちを見つけて、吉田さんともう大変したいんです。これがなっておれば流星はまた非常に変わったと思うんですけれども、震災でうちが潰れて、それで流星っていうのは非常に、まあ、先ほど言ったように怒りっぽくて喧嘩っぽくて、それなおかつその怖がりで神頼みなんですから、
横須賀港から軍艦が出るって、お助けの軍艦が出るって、それに乗って名古屋に行っちゃうんですね。名古屋に行って、名古屋から京都に入る。そしてこれからが京都時代、まあ京都の要するに、日本画が本格的に始まる。まあ日本画決して悪いというわけじゃない、非常に日本画は十世にとってはまあスケッチだと、油絵のスケッチだ、下絵だということを言っておりますけれども、そういうつもりが劉生にあったんじゃないかと。しかしその日本画も立派なものをたくさん残しておりますけれども、まあ劉生の日本画というのが本格的にその京都で始まる。しかし京都でやはり始まったのは日本画だけじゃなくて、芸者遊び、町遊びというんですか、これにすっかりどっぷり浸かり込んで異常な宝刀三昧をする。そのためにお金がいるためにジャンスかジャンスか日本画描くと言われていますけど、まあジャンスか描いた日本画だけれども、やはり日本画どんなに酔ってても劉生っていうのはやっぱり剣豪が、酔っ払っても剣豪であるかとこつく、酔っ払っても変なものは決して書いてない。今我々鑑定会で出てきます劉生の日本画ってたくさんありますけど、やはりちゃんとしたものを書いてる。まあその中でも特に、草原画からの非常に影響を受けた 猫図ですとか、それから犬を描いたり、あるいはレグの列はもしますけど、まあ、そんなことで、日本画というものも大変立派な日本画を残しておりますが、とにかくそれともう一つ劉生は京都で覚えたのが骨董が浅で、骨董品を散々漁るんですね。しかしなかなかいい目をしてて、いい骨董を買い漁る。そのためにお金が高いくて、お金が大変だ。それで遊びも大変、骨董品のお金も大変っていうんで、結構な日本画を描いておると。まあですから未だに日本画の方はまだなんだかんだ言いながら、この業界にも出てくることが多いと思います。まあそれでこの宝刀三昧を劉生が京都でしたために、結局油絵の方もかなりおろそかにはなってきてます。しかしその中で麗子の飾り紙だとか、住吉詣立ち姿立ち像というような名品も残しております。まあそういったものは、まあ、むしろ草原画の影響を非常に受けた作品ではないかと思います。まあ、そんなことで劉生はそのただただ単に遊んだんではない、しかし遊びがちょっと過ぎてみんなに結構嫌われてしまったと。肖像画描いても売れなかったり、非常にその金銭的にも奥さんからもお金の採掘が来るのにさっぱり送らないということで、まあかなり貧縮を買ってるんですね、京都時代の最後というのは。それで京都の、まあそんなことなんで、やっぱり京都はダメだと、これは自分がいたらもう酒と女と骨董狂いで終わっちゃうということで、まあ京都から34で、まあ、京都時代って2年間ぐらいしかなかったんですよ、32から34ぐらいまで2年間ぐらいだったんですけれども、そこから鎌倉に帰って、鎌倉でちゃんとした仕事をしようと思うんですけれども、やはり遊びギスっていうのは1回つくとなかなか治らないですね。これはまあ本当にそうだと思います。それで結局鎌倉に帰ってきても東京に住もうかと思ったり、それでまた東京の沖屋にいる
芸者さんに惚れてそこに毎日通うというようなことで、非常に劉生は晩年大変な思いをしてその暮らしておった。世間からもそういったことで白い目で見る。そこで私思うのに、その満州に劉生は最後に行くんですね。これは満州に新しい境地を見つけて、それからなおかつヨーロッパに行こうという志だけは持ってたと思うんですけれども、この満州行きっていうのはやはりあくまでも劉生の逃げ場だったと思うんです。日本でやはり、もう行くっていうすることはなくなった。非常に自分は狭い、肩身の狭い思いがしてきたというようなことで満州に、それでこの満州行きもなかなか実現しなかったのを松勝さんの甥っ子のに満別に勤務している方がいて、この方の助けで満州に行く。で満州で一旗あげるつもりで、行くんですけれども、やはり、満州でも結局大連まで行って、仕事もするんですけれどあまり、売れないと、評判良くない。昔だったらその劉生が若い頃24、25、26、その30ぐらいまでの天候っていうのは展覧会やれば全部売れちゃう、書くものは全部売れる。それでその当時の8号ぐらいの絵で、120万円で売れたという記録が残っていますと、今でいうと1200万以上なんですね。だから当時で相当のお金で売れてたということなんですけれども、やはり、そういった劉生の晩年というのは満州に行って、結局満州でも売れない。それで満州でも大病を起こし、また満州にもいたたまれなくて、方法の手で、日本に戻る。日本に本当に戻ってきて鎌倉にまっすぐ戻るかというと、そうじゃなくて、これは徳山のに結局戻っていく。まあ徳山には劉生会の田島さんというのがいて、この田島さんが満州にもついていってるし、それ最後は満州から戻るのも田島が一緒に戻ってきて、徳山の家で結局戻る。なぜ鎌倉に戻らなかったかというと、戻るだけのやっぱり絵が描けてなかった。なんとか最後のその徳山で踏みとどまって作品を描いて残して、それで、鎌倉の奥さんとここにもお金を送りたいというようなことがあったんですけど、それもままならなく、またそこで、結局飲んで遊びで、使い果たしてしまう。それ最後はやっぱり満州の徳山の田島の家で倒れると。それで最後はその、田島のうちで最後を迎えるという非常に悲惨な最後だったと思います。まあ、劉生がそれだけ素晴らしい作品を残しながら、その最後がなんとも、それで最後に書いた、劉生が亡くなる38で亡くなるんですけれども、38で亡くなる前に、その満州に行く前に書いた日本画というのが、やはり、ごめんなさい、洋画というのが決してその素晴らしい洋画ではなかったと。最後のこの間青春ギャラリーで展覧会が流星展大々的にありまして、素晴らしい流星展だったんですけど、最後の部屋にかかった4点、これが最後の流星なんですね。もう非常に、なんかヨーロッパかぶれか何かぶれだか知らないような、まあ、専門家に言わせると一応中国の影響だった。でそれを日本画で描かないで洋画で描いたから、ああいう大変な失敗作になったんだということを言われておりますけれども、まあ、そういった意味では劉生は最後に大変
つまないものを残して、あれを最後の部屋がなかったらもっと流星というのは素晴らしかったなと私ども思いますし、かけてもらいたくなかったという感じを持っております。あのしかし流星の私はその鑑定会をずっとしてきて、まあ、ある意味は最初から今までずっと50年間やってきた、その中で私は最初に出会った寒山風霊庫、これがあの30歳近くにやっぱり草原画の影響を受けて、霊庫がどん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 霊庫の像が流沢張りから結局中国の草原画、軍人画、南画、こういったものに変わっていった。まあ醜いものの中に美しさを求める、そういったことで、なんか私も、ね、その知らない間に流星の本画というか、その流星の日本画であるけれども、日本画っていうか水墨画の中の草原画の中の霊庫、非常に気持ち悪い寒山十徳風の霊庫というものに惹かれて、それで私が流星のコレクションを始めたと言っても間違いないと思います。まあ、おかげさまで私、それ以来流星を集めたして約40年間ぐらいになりますか、今だいたい160点ぐらいの流星のコレクション、まあ、日本では一番のコレクションだと豪語しておるんですけど、決してその洋画の霊骨像は残念ながら一点に素晴らしい森村さん、やっぱり森村財閥の森村さんが持って出した霊骨像、これうちの美術館に森村さんから分けてもらってかけておったんですけど、ポーランド鈴木さんにバレると大変なことになるんで、前々からあれが出たらお前よこせよと言われたんで、いたしかく泣く泣く1年間かけて泣く泣く手放したんですけど、それ以外はほとんど自画像からいろいろな作品、約ここに収まってるんですけれども、私どものコレクション、このコレクションが出来上がったと言っていいかと思います。この日本画の猫の図、これがやっぱり流星の日本草原的な日本画の中じゃ素晴らしい、一番あるんじゃ素晴らしい作品じゃないかと思うし、また面白いことに閉山会を、これが今寒山風霊庫ですね、寒山風霊庫、これが寒山風霊庫で、でまたあの私どもが持ってる非常に変わった作品としては、流星の前向きの自画あのラフっていうのはこれ一点だけです。これ一点だけは私、これも森村さんのとこからあの譲り受けて私のコレクションに入っています。それとフェーザン会の2回しかやってないんですけど、フェーザン会、フェーザン会の入り口に鴨居に描いた流星の絵なんですけれども、これはセザンヌ風の、セザンヌ風の絵で、それとこれはもう一点の閉山会の入り口に書かれているんです。まあ、この2点を紙ボール紙に書いたものですけど、これも両方と森村さんのコレクションに入っておったものを、これは森村さんから私大変仲良くなって、最後の頃は毎晩のことを一緒に飲んで歩いてまして、そういったその時にポーランド鈴木さんも一緒に飲んで歩いてて、その流星の霊骨は知ってたんで、これは知らなかったんで、これは森村さんから私直接にいただいた、うちにあってもしょうがないからこれお前のところでやるよ
ということで、あのコレクションした玉の利を得たんですけど、そんなことで、私どもの流星コレクションというのが成り立っております。まあ一度また私どもの美術館で流星展もやりたいと思っていますけれども、もし機会があったらぜひ見に来ていただきたいと思います。もう長々しくつまらない話をいたしましたけど、ちょうど時間になりましたんで、こんなところで、止めさせていただきます。だいぶ端折った短い話ですけれども、まあいくらか分かったんじゃないかと思います。ありがとうございました。せっかくですので、ちょっとどなたか質問等ございましたら、まあ、ちょっと時間あると思います。まあ、前回本当は藤田の件で話させていただく、こともあったんですけれども、残念ながら藤田は私の声が潰れてしまって、家内と共演というのもなって、あまり話すべきことも話せなかったんで、今度ののさんが7月の19日に大阪の成功者で、ちょっと時間を取ったから話してみてくれということで、藤田も一生というか日動画だと藤田、私と藤田というようなことで話させていただきたいと思っております。あの質問はないですかね。なんか僕からちょっと質問、レイコゾーのレイコさんいらっしゃるじゃないですか、はい、ご本人、ええ、いろいろな形に書かれて、ご本人はどんな気持ちだったかご存知ですか。まあ、本人は当時のことですからね、なかなかその子供が、モデルになって長時間座らせているというのは大変なことだったと思いますよ。だけども割とおとなしく言うことを聞いて、耐えておったというようなことを聞いてます。ただ なかなかそのあやすのに大変だったということも聞いてます。ただ非常にその流星自身が頑強な男で、一種独特の怖さというものを持ってた。だからやはり子供心にも怖かったんじゃないですかね。静かにしてろということになると、静かにおとなしく座ってるというようなことだったと思います。まあ、とにかく玲子は最後に亡くなる、38歳で亡くなる時、玲子16歳の図というのが2点あるんですけどね、これが本当に玲子の最晩年、玲子である流星の最晩年、その書いた1点は福山の美術館に入っておって、1点はこれも私どもの美術館に入っています。この絵です。これが最後の玲子を描いた16歳の図。まあ、これなんかは非常にやっぱり中国の影響を受けたものじゃないかなということを感じられます。それとは浮世絵ですね、肉質浮世絵の影響もかなり受けてるんじゃないかということを感じさせられます。まあ、これなんかが晩年に描いた油絵としてはまだいい方だったと思います。はい、はい、ここに質問ございません。はい、先ほど安井壮太郎とあるいは梅原龍三郎たちと、まあ、ある意味同時代の人だということでしたけども、はい、例えばそのご両人に比べて、流星が随分高い評価で松坂屋で発表するようなことがあった。でそのご両人との画商的観点から言うとですね、市場の評価がそれだけ違いが最初からあったのは何か理由があるんでしょう。まあ、先ほど申し上げたように、梅原龍三郎、安井壮太郎2歳年上なんですね。
それで梅沢さんは特に劉生と非常に親しかった。それでなおかつ劉生のがむしろ兄弟子のごとく接していたと。それでやっぱりあの日本のほとんどの作家が洋画家っていうのはヨーロッパに行ってヨーロッパの絵画を学んでそして来てその中から それを発展させているわけでというと語弊があるかもしれませんけどあくまでそういう範疇。ところが劉生はそこから先ほど言うようにデューラーとか北欧美術の方に行ってしまう。それなおかつ今度は東洋の美というものを非常に受け止めて東洋の美をなんとかその洋画で表したい。そこに大きな引き当たりが出てきたと思います。それで日本の作家も梅原さんもみんなそういうものに惚れたんじゃないかなということを感じます。まあ、ですからそういったものに対して価値も非常に最初から高かったですね。劉生がもう25、26の時に、どんどん自画像を描く、それでまあ注文を受ける。しかしそういうものがもうみんな 何十円何百円という値段で売れていくというもう最初から劉生っていうのは高かった。それでなんか切り通しを描いたりで十分の絵を描く、ああいう境地が違うんですね。それで生物画も素晴らしい細かいデューラー張りの生物画を描いてる。それがたったの24、5歳で30歳の時はもう一つ麗子美少の要するに、また十分になる絵を描いてる。でその十分な絵からどん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 文人画、童謡画、そういったものにつながっていく。これの違いがやっぱり日本の他の洋画家との大きな違いだったと思います。そこで値段の違いも出てきたんじゃないかなと。はい、まあ、もうちょっと単純にそれを解釈するとですね、画家の方向性が一般の洋画家の人たちと違って日本人らしい体質を表現していくような方向に行かれたっていうのはよく分かりましたけど、まあ、金額的にですね若いのに大変な金額じゃないですか。それはやっぱり当時の富豪の人たちがコレクターについてそういう人たちのがいた人とそれからそういう人があまりつかなかったっていうような差なんでしょうか。まあ、それだけのやっぱり、劉生のファン、大変なファンもたくさんいました。確かにそういう方たちが非常に応援した、こういうことも大きにあると思います。まあそういったことで値段的にも非常に高くなっていったということがあると思いますね。やっぱりそれだけの当時にそれだけのやっぱり魅力があったと思います。劉生のその切り通しを書いた時代24歳です。この当時の代々木時代の絵っていうのはやはり今でも非常に斬新ですよね。影を大きく取って誰もあんなようなことをやらなかった絵を劉生は始めてた。それからその生物画グレナー時代の風景、こういったものを非常に、ある意味じゃ斬新な当時としてはものをやっていったと思います。そういうところに大きなコレクターがみんな結構ついたんじゃないかと。まあやはりいつの時代でもそうですけれどたくさんのファンがあればその作家にわーっと値段が上がっていきますよね。若くだろうが何だろうが、やっぱりそういう傾向っていうのは元からあるんじゃないかと思います。まあ、そういったうまくその劉生っていうのは時流にうまく乗っていった作家。ところが結局関東大震災でそれがとんでもない方向に日本画の京都行って日本画の方向に行っちゃったと。それで日本画で結局そのだんだん
そういうコレクターが離れていっちゃった。それ最後は頼んだ自画肖像画まで買い取ってくれなかったというようなこともあります。だからそういったことでやっぱりいかにうまくその作家っていうのは時流に乗るかっていうのも大きいと思います。まあ、時代背景、これはやっぱり作家にとって運とその努力もあるでしょうけど、運っていうのはどの時代でもついて回ることじゃないかなと我々 業者として感じるのは、やっぱりそういうコレクターと出会うのも運ですし、そういう時代にその巡り合うのも運、やっぱり実力だけではいかんともしがたいものはこの芸術の世界ってあるんじゃないかなということを通じて考えております。じゃあ、本当にありがとうございます。じゃあ皆さん、改めて長谷川社長に拍手をお願いいたします。